団を選ばずゴールを狙え。マリオたちの新スポーツストライクが開幕。マリオストライカーズバトルリーグ。フェンスに囲まれたスタジアムを舞台に5対5で戦うサッカーと格闘技を組み合わせた新スポーツストライク。華麗なドリブルや流れるようなパス、そしてゴールを狙うシュートはもちろん、強烈なタックル、アイテム攻撃など、どこで何をしても一切反則なし。簡単操作で華麗に激しくチームプレーを楽しめます。味方にタックルを仕掛ければ一気に移動させることができます。追いつけない相手めがけて飛ばしたり、一気にゴール前へ攻め込んだりと、使い方次第で試合展開がガラリと変わります。試合の流れを変える必殺シュート、ハイパーストライク。フィールドに時折現れる S オブを取り、相手の隙をついてチャージすればハイパーストライクが発動。選手ごとに効果が異なる強烈な必殺シュートを放てます。ゴールが決まればなんと一気に2点獲得。連携とラフプレー、そしてハイパーストライク、あらゆる手を尽くして勝利を目指します。使えるキャラクターは10人。オールラウンダーのマリオやパワープレイが得意なクッパ、素早い動きのピーチなど、選手ごとに個性が異なり、4人を選んでチームを編成します。さらにギアを装着して選手の能力をカスタマイズ可能。4箇所にギアを装着でき、その組み合わせで能力が変化します。スピードを強化してドリブラーに、フィジカルを強化して当たり負けない体に、シュート力を強化して点取り屋になど、選手とギアの組み合わせ次第で自分好みのチームを編成できます。本作は1台の本体で最大8人プレイが可能。インターネットに接続すれば遠くのプレイヤーとオンラインで対戦できます。1台の本体から2人まで参加が可能。友達や家族と一緒に世界のライバルと試合が楽しめます。さらにオンライン専用モード、ストライカーズクラブ。クラブ同士で順位を競い、より上のディビジョンを目指します。一つのクラブに最大20人が所属可能。自分で設立してオーナーになるか、すでにあるクラブに所属するか、好みの遊び方で参加できます。ストライカーズクラブでは一定期間ごとにシーズンマッチが開催。シーズン中に試合を重ねてポイントを集め、その合計ポイントで順位を競います。試合はクラブメンバーとチームを組んで挑むことも、自分だけで挑むこともできます。シーズン終了時の順位によって次期のディビジョンが決定。昇格も降格も起こりうる中で、しのぎを削り仲間と共に世界のトップクラブを目指します。クラブのオーナーはチームのユニフォームやスタジアムのデザインをカスタマイズできます。ストライカーズクラブではそれぞれのクラブスタジアムを持ち寄り対戦が行われます。チームのアイデンティティがぶつかり合う、まさに決戦となります。ルール無用、何でもあり。マリオたちの新スポーツストライク、ここに開幕。マリオストライカーズバトルリーグ。